えー、習近平が全人代で海外関連の軍事活動に関する放置作業の加速を指示したそうですが、どう解釈されますか、メディアによっては戦争中準備っと言われてますが、えっとまあ,あの基本的には中国ってあのそのそ海外のその今回もなんかウクライナに対して9000万円分ぐらいの支援をしますみたいなので、そのなんか海外のためですよっていうふうにはするんですけど、基本的には中国は中国のためにしか動きません。なので あの中国が何かをやるときはあ中国にメリットがあるためにやってるんだろうなっていうふうに理解してこいと思うのでなのでそのなんか海外でじゃあそのその,なんかあの軍事的なことがあってそれを手助けするよっていうのって多分中国の軍隊を外国に送りやすくするとかっていうのを法律的にやろうとしてるっていうだけだとは思うんですけどただ法律を作んなくてもやる国なんでまあポーズじゃないかなと思います。要はその法律がががあろうがなかろううななかややるはやると国なんで なんか日本の場合ってその自衛隊があるけど、一応、なんかその救助とかもあるから自衛隊を海外に送るの良くないよねとか、今回、あのウクライナに武器を送る、ウクライナの,あの大使が日本のあの外務省の人たちに会って、あの武器をくださいって言ったんですけど、一応、その日本の場合は法律上、武器を外国に送るということができないので、あの残念ながらちょっとお断りしますみたいなのがあったんですけど、っていうので、その法律の方が大事だよねっていうのが割と日本の考え方で、あの武器をウクライナに送りたい気持ちは山々なんだけど、武器を送ることはできないんですよ、なぜなら法律があるからなんですけど、中国はやっちゃった後とにや、やっちゃったよね、まあ別に法律なんかなくてもいいやってく で、まあ、基本的にはポーズだと思いません。